HostTV.com。 8月某日、スタッフはホストクラブスマイル社長加賀美春のイベントの撮影について打ち合わせをするため店舗へと向かいました。おはようございます。おはようございます。撮影の打ち合わせっていうんですけども、はい、なんかイベントみたいなところを撮らせていただこうかなと思ってるんですけど、まあちょっとその件だったんですけど、はい、まあなかなかちょっと物事がうまくいってなくてですね、まあ、率直に言うと、あと 2days でやろうって決めてたのも、まあ、もともとタワーをやってくれるっていう方が2人いて、なんで 2days にしようっていう感じではあったんですけど、はい、ちょっとそこがすごく難しくなっちゃった。ああ、なるほど。今とプレイヤー業に関して、すごいラッキーな部分とか運がいい部分があって、まあそれで来てた部分があって、信頼関係を築けてる方だったわけでもなく、はいはい、まあ、ただ やるって言ったら嘘じゃないと思うんですけど、はい、まあ、やっぱそこがうまくいかなくなったっていうか、なんかこういうことが、まあ、人生の中でなかったんで、おそらくというか、イベント自体を打つって言ってたのに、なんか打つことが難しいかなっていうふうな、まあ、状況になってる感じです。あ、2日間ともイベントの予定が崩れてしまったと語る春。彼が歩んできたホスト人生の中でも異例の事態だといいます。まあそもそもそのプレイヤー業に対して真剣に取り組めてたかっていう取り組めてなかったので、それは自分のまあ自分のせいだのは分かるので、それにこう付け加えて、まあ、こうお店の方もあまり状態が良くなくて、うん、まあ、売り上げが低迷してることと、特にこうキャストが辞めていくみたいなのがあって、それこそ2月にこうナンバー1取って、その後もナンバー1取ってる、はい、リュウセイって子がいるんですけども、あ、はい、まあ、1300万プレイヤーさん、まあ、その子も、まあ、8月いっぱいで辞めちゃうし、もともとバイトスタンスで来てた男の子も結構仕事もできる子なんで、はい、それに数字も作れる子なんですけど、まあ、その子も辞めちゃうって形で、結構現状がどっちもプレイヤー業も社長業もうまくいってないっていう状態で、遡ること数日前、春は流星に呼び出され2人で話していた。その急な話になるんですけど、夏木さんにはまあうすうすとお伝えしてたんですけど、うん、今月いっぱいで退店して、うん、ちょっと大きいところに挑戦したいなと思って。なるほど。まあなんかうすうす感づいたのもあるし、俺はねどっかのタイミングで、うん、リュウ先生って言われるかなとは思ってたけど、え、まさかもうっていうのがある。はい。それは何、いつぐらいからそんなん考えてたの。いつ、まあ2ヶ月前ぐらいですかね。そうやな、まあ、チャレンジしたいなっていうのがね、はい、リュウセイとね、ちょっと頭一つ抜けてたっていうところもあるし、まあ俺も全然戦ってあげることもできなかったしさ、まあ、やっぱりこう、いや、張り合いみたいなものもあるだろうに、はい、挑戦したい。はい、そうですね。予期していたとはいえ、店舗でも一二を争うキャストの大転。しかし春は引き止めることはしない。まあもうなんかはっきりなんか自分だからもうなんか決まってたもんな、はい、決めた時に変わらないと知ってるし、はい、まあ、俺もなんやかんやでね、やっぱりこう天気じゃないけど、どっかでこのままホストでこれいいのかなじゃないけど、どっかでやっぱり大きいところっていうか強いところで
やってみたいっていうのがあって、俺も独断で行ったし、はい、まあ、今の入生も、まあ、どこ行くか分からへんけど、やっぱり店より奥帯のすごい店舗行きたいな。はい、分かった。まあ、うん、残念であるけど、まあ、頑張ってくればいいし、はい、まあ、残りの1ヶ月しっかりやってくれればいいから、はい、うん、よろしく頼むね。はい、新天地へと場を移す流星の思いを尊重した春。しかしスマイルにとってはかなりの逆風となった。なんかその店舗の空気が悪いとかそういうのではないんですけど、人数が純粋に足りなくて、まあ、営業する中で稼働人数が10人ぐらいなんですよ。あ、でもちろんそこにこの店舗運営陣がテーブル回ったりとかするんで、まあ、そこはすごいうちの強さだと思うんですよ。みんなヘルプ上手なんで。あ、だこう実質やっぱりこう10人で回してるっていうのが現状なんで、まずそこを早急に男の子を獲得しなきゃいけないですし、あ、まあ、その中で店舗の数字も上げていかなきゃいけないんで、まあ、結構今参ってるような状態ですね。まあ、先月も結構厳しくて、まあ、赤字で約250万ぐらい。まあ、結構厳しい環境になってるかなっていう話ですね。まあ、なんとかこの8月から、はい、まあ、今月からまあ運営陣一同でこう、まあ、気持ち入れ直して、はい、本当に死に潜りでやんないと、まあ、このままスマイルって店を運営していくのを存続していくことは厳しいぐらい厳しい状況に追い込まれてるかなっていうのが現状で、スマイルに移転して2月に移転して、そこの中で一番危機かなって感じで。結構じゃあそのなんか撮影の企画とか考えてる余裕もちょっとぶっちゃけないかなって、いやー、なんかそれがすごい申し訳ないなと思って、まあ、ここでパスッと格好を決めればよかったんですけど、やっぱりそこは甘くなかったけど、まあ、まずホストやる子たちにホストっていう仕事をやめないでほしいって伝えてるんですけど、多分じゃないです。あの一番舐めてたのは僕だったのかなっていうのをなんか今痛感してますね。ただまあいつも知らないんでやるしかないんですけど、そこはもう運営陣で言ったんですけど、もうとにかく生まれ通りじゃ厳しいから、ちゃんと行動を変えてくれる。まあ俺も変えるんで、まあそういうことを誓い合って、今こう、予約やり始めてるところですね。今日お呼び立てしたのもちょっと企画してたことがちょっとずれちゃってきてるかなっていうところで、あ、なるほど、ちょっと思ってた感じにならないかなっていうのが現状ですね。あ、はい、じゃあずっと他の企画とかを考えたりとか、まあ、あとは春さん自身もちょっと今後どうやって動いていくのかみたいなのを取っていくっていう感じがいいんですか。まあそうですね。今もう撮影がどうのよりもちょっと今店舗のことをなんとか、この今店舗の立て直しが全てなんで、あまりちょっと今そっちの方に頭が向かないですね。また改めて企画ちょっと考えてみないととかって話はした方がいいですか。わかりました。またお願いします。はい、すいません。お疲れ様です。お疲れ様です。この日の打ち合わせは一旦仕切り直しとなり、後日また店舗へと訪れることに。過去最大の危機的状況のスマイル、これからも彼らのリアルに迫り続けます。